陽キャは海を越えても陽キャなんや。ええやん。こんなパーティー的みたいな打ちっぱなしって日本にある？あるで割とたくさん。浮いてなくてよかった。玉は浮いてるけど。楽しんでてわろた。余裕ありまんな。好きにしたらいいんじゃない。通訳の立派な筋肉に驚愕。投資しかやっていないプラス独身なら暇な時間はあるわな。いやほんと人気選手やな。中高プロメジャーとずっと人気やん。大谷以外の日本人メジャーリーガーかわいそうになるな。他の選手たちとこういう付き合いができることは大事よな。これができないと孤立しちゃったりするだろうし。楽しそう。富士が楽しそうで何より。なんやこれ。ネット超えた。星になったな。ライジングインパクトで草。トラウトがめっちゃ楽しそうでワイも嬉しい。途中でホップアップしてるやん。脳死マンブリじゃなくて普通に上手いのがさすがやわ。野球やってるとスイングスピードは速いよな。なんで野球選手はオフにゴルフやんの？弾道がすごすぎる。試合でのスイング見てると硬いゴルフスイングになりそうと思ったが、普通に触れとるな。デイブ大久保とどっち上手いんだろ。これプロとか上手い人だったらもっと飛ぶんでしょ？ネット低すぎない？プロは打ちっぱなしなんか行かないから普通。プロゴルファーなめんなよ。あんだけ野球マンの女中村のりがゴルファー目指して、全く歯が立たなかったんやぞ。ギュンギュン伸びてて草。ようわからんがやっぱすごいの？とはいえ飛ばしゃいいってもんじゃないだろ。ゴルフと野球は似てる言うけど、野球経験者がゴルフやるとほとんど右に曲がって全然ダメだよ。投手の方がゴルフに向いてる。飛ばし屋が2階席から打ったらあかんて。野球でプロ入りしてなかったらゴルファー目指してたとか言うだけあるわ。すごすぎわろた。聞いたことない音しててくさ。これ当たったら痛そう。